全く気配を感じれなかった。オーラという概念ないのか。後様すみません、敗を許してしまうなんて。あいつの投球は。あれは悪化球、コードネーム、ゼルウィルス、鎖国最大の原因がこいつです。あいつは感染型エラー、無機物に取り付いて形を生成したり、病原菌のように相手の肉体に用意してあのような姿に変えてしまったりします。帝国はまずあのエラーの繁殖を抑えなければいけません。でなければあれらが他の宇宙や星にも被害を出す危険性が高いからです。待て、それって俺もここにいたら感染リスクがあるんじゃないのか？いえ、生命体感染は帝国最大戦力を誇る神王、守護神ラル様によって完全に防いでいます。それに加え、パパ様は私が能力で保護しています。100% 感染しません。安心してください。なるほど、火球みたいで都市壊滅、確かに脅威だ。つまりあいつは通常では感染予防不可の無限増殖ウイルス、帝国だから防いでるってだけで。攻略不可の生命体、地球にこんな奴いたら即人類壊滅、純粋な強さでは太刀打ちできないからな、恐ろしい。アリシア、見ててくれ、俺が一度こいつと戦ってみる。わかりました、ですが危険と感じたら即介入します。さあ、どう戦うか、敵意もなし、行動が読めない、オーラもわからない、対話や概念が違う分完全に異色の相手、こんな敵は初めてだ。両手に。そして自分自体の体の大きさが変えることで冷蔵を加えた特進攻撃、合理的じゃねえかよ。だけど残念だったな。電源は見えている。病院が効くか。こいつなのはもしかしてお下がりなのか。というかなんだこの感触、柔らかいゴムボールみたいな。ダメージ入ってるのかこれ。しかしこいつ味方を約束するつもりか。すみません、あと少しで死んでいたので介入しました。マジか。あいつ、俺を餌として見ていた。パトは今まで戦ってきた相手はあくまで人間であり、自分自身を捕食しようとする怪物と戦うのは初めての感覚だった。故の恐怖、強いとは別の恐怖、殺されるだけでなく食べられる恐怖、自分はエラーにとって餌でしかないという現実。そしてパトは悟った。この異変は自分ではどうしようもできない、と。パトが放った経験、地球ではファルドラやラディウスを追い込んだ一撃。だがエラーには一切効果がなかった。自分の持つ武器が末端の相手に通用しない現実。特訓すればどうにかなるレベルではない。パトはすでに現時点で最高点の強さを持っていた。つまりこれ以上の成長は時間が必要となる。パトはそれをネルやメリアから大会中に何度も聞き、パト自身自覚していた。故に治りかけていたパトの心は再動れてしまった。アリシア、あの個体は帝国で何体発見されているんだ。今のところ討伐数含めて1億体ほどですね。先ほども言いましたが無機物に寄生して生まれるので感染している無機物も排除しなければいけません。それってここ一体を壊滅させないとダメなんじゃ。その可能性も大いにあります。その調査をロート、エイドという従属神に任せております。それでダメな時どうするんだ。最悪この時を破壊し、私たちも条例に則って消滅。ですかね。いや、今いる1000名はラル様の恩恵のおかげで感染していないので、助かる可能性はありますが。どちらにせよ、私たちはこの星から出られない。その上この星を破壊した程度でエラーが消滅するとは限りません。宇宙には無機物が大量にありますから。エラーを野放しにしたという罪でどちらにせよ重罰です。土地全体が感染していたとしてもそれは全元凶を排除した時の話です。あくまであのエラーの問題は一部なので。そうか、あれは火球で問題になってるのは中級4体だったよな。教えてくれ、中級4体は何が問題なんだ。そうですね、中級4体は空、森林、大地、海と拠点が別々で私たちも何度か撃破しております。ですが撃破するたびに地面から復活するのです。つまり倒しても倒しても何度も復活し、薬剤をばらまく、なので長期戦になっています。つまり、今の帝国にはびこるエラーは全種類倒しても即復活。下級エラーと違って中級は量産されずに必ず4個体。それが私たちが今抱えている問題なのです。繁殖し続けるエラーと復活し続けるエラー。そして放置しておけば感染して星がエラーに蝕まれておしまい。最悪もいいところだな。でもそんなにいるのにエラーの気配を感じないのはなんでだ。エラーはまだ情報が確かではありません。なぜなら毎回個体によって特徴が異なるからです。ですが唯一共通点があるのは、オーラを感じ取れない、ということです。パト様も先ほどのエラーの気配を感じ取れなかったはずです。私も目視するまで気づくこともできませんでした。あれはエラーが持つ超高等オーラ技術、ギョ、という技術です。ギョ、はオーラの存在感や気配などの存在感を完全に消す技術。つまりオーラを使っていても認知できず、動いていても一切気配を感じることができない。
オーラ技術としては応用に応用を重ねた思考の技術。そして現時点で神界でこの技術はまだ原理がわからないため、帝王神ですら扱えない幻の技術と言われています。確かにオーラがわからない、気配もわからない、能力を使っても目視されなければほぼ確実に狙える、確かに理想の技術だ。本当は一度完成していたのですよ。パト様は嫌かもしれませんが、実は以前のパト様は、よ、を完成させていました。使用用途はメリア様の予売阻止という何とも言えない理由でしたけど、そんなくだらない理由で伝説の技術に見つけんなよ、俺。私も方法を聞いたのですが、何せ感覚で何もかもしてしまう方でしたので、言語化できなくて、結局この技術が他に渡ることはありませんでした。多分だけど以前の俺もバカだな。だって今の俺が漏れなくバカだもん。話はそれましたが、エラーは、よ、という技術を使い、気配を断ちます。なので先手を打つという行為が難しいのです。そうだな、もしわかるなら元凶を見つけてさっさと片付けた方が早いからな。なるほどね。聞けば聞くほど納得だ。これだけ強いのになんで長期戦になっているのか。後手に回って目に見えた敵だけ倒してるんじゃ何も進展しないよな。家にいるゴキブリと同じだ。目に見えている奴だけ始末しても見えないところに大量に存在している。それじゃいたちごっこ。いつまでも問題は根本的に解決しない。元凶を見つけるんだ。俺は戦力外。今さら特訓してどうにかなるレベルじゃないからな。俺はこの事件の真相を探す。アリシア、エラーの大まかな情報と帝国の状況は分かった。だけど他の中級の4個体とか、実際の戦場を確認したいんだけどダメかな。わかりました。ですが実際に現場で指揮を取っている二人に許可をもらいましょう。二人しか指揮を取ってないのか。いえ、実際は私を含め三人です。部将、秘将、首相、あとは各側近の三名の責任者六名で統括しています。支持者が多いと現場の混乱を招きますからね。いや、ダメだろ。それじゃあ誰もこの状況を確認する奴がいない。戦うことで精一杯じゃないか。アリシア、秘将はどんな役割をしている？秘書は私なのですが、戦況把握、物資の確認、先行部隊、護衛部隊の全体配置確認、スケジュール管理ですかね。どれも大事だけど一番大事な敵勢力の情報調査が入っていない。それで戦況なんて一向に良くなるわけないだろ。もしかして知らないのか、神だから認識の違いがあるのか。でも神だぞ、神なのにそんな簡単なことを見落とすか。地位の高い神は基本的に弱者の気持ちが理解できません。強い神は星や宇宙規模で判断するので、星の住民の気持ちを理解できない傾向にあるのです。実際私も地球に住むまでは人間がこのような生活をしているなんて知りませんでした。そうなんだ、俺は今の感性や生活が普通に感じるけどな。お母様は言ってました。弱者を知らない強者は細い木のように脆く弱い。だが弱者を知っている強者は根太い木のように力強い。弱気を知って強くなった者はただの強者よりも強い。これは才能任せで強くなった人は困難を知らない傾向があるため、いざ困難に当たると動揺し、間違えた判断を疑いもせずに実行してしまう。つまり自信家になり自分の過ちに気づけないのです。ですが、弱さを知ってる場合、常に困難に立ち向かいそれらを乗り越えて強くなる。あまたの困難と経験は弱気を知らない強者よりも困難に立ち向かう力が強い。いわば経験という栄養の差です。そういう意味ではご主人は弱気を知った強者になれる。もっと言えばご主人は一度底辺を味わった、そこから這い上がった力は間違いなくご主人にとってかけがえのない力になります。そうなのかな、実感はかないや。どっちかというとコンプレックスとか黒歴史の類だし、もしかしてこういうことなのか。帝国はエリートしかいない。どんな敵も一瞬で一掃してきただろう。だから敵を知ろうとする当然の行為が存在しないのか。当然じゃないのか。人は生存競争を生き抜いた種族、つまり敵も多く存在したはずだ。それは弱いからこその知恵、万能の強者には無縁なのか。まずは根本から。だな、アリシアたちの考え方を聞いてそこから気になる点を話そう。まずは味方とサイド方針調整だ。武将と首相、アリシアみたいに有効的だったらいいんだけど。おい、遊びに来てやったぞ。さっさともてなせ。さて、昨日はまさかの展開だったからな。今は何をやっているか。おうおう、すねてる。横に行ってぜひ煽ってやりたいな。バックに女いないと威張れない解消なしの主様よと定期的に横腹をツンツンしてやればすっごく嫌な顔してきそうだな。撃てる。ですがここが帝国なんですね。結構強い存在がいますね。そうだな、あのアリシアという女は強いな。私の8ミカドオーラで同等くらいか。褒めてやってもいいな。地球では2ミカドオーラも渡されたら余裕すぎるからな。それはネル様がお強いだけですよ。私だとその倍のオーラは必要かと。
テンションは寄せるな。お前の陰湿さは一味かどうらでも十分発揮できるだろう。兼ねてます、それ。さて、今日は何をするか、楽しみだ。さっさとミガドルエデンに泣きついてきたら私がいい子いい子して罵ってやるのにな。慰めてあげましょうよ。主様心細いんですから。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。